マーチンベーカーメガバイト3マーチンベーカーメガバイト3は6門の 20mm 機関砲を装備した英国の試作戦闘機である。試作機が墜落したことにより開発プログラムはキャンセルされた。以前のメガバイト1とメガバイト2から得た教訓を活かしてジェームズ・マーティンとバレンタイン・ベーカー員は出力 2000HP のネーピア・セーバー24機と H 型エンジンを搭載し、デハビランド製可変ピッチ3枚プロペラを駆動する、新しい設計のメガバイト3の設計、開発に資金を投じた。メガバイト3は、A 航空省の戦闘機の要求仕様に応じて、計画された。主翼内に、各200発の弾薬を持つ6門の 20mm 機関砲を装備する、この仕様は、 当時の既存戦闘機の中では最も重武装の戦闘機であった。運用の観点からメガバイト3ではターンアラウンド時間の短縮に努力が払われ弾薬の装填には手間がかからないように工夫されていた。この設計にために発行された航空省要求仕様 F18-39 により3機が発注された。基本的な特徴は 以前の機種と同様のものである一方で、多くの新機軸を採用していたメガバイト3は、胴体の基本構造は、交換性を踏襲していたが外反は、以前の木製と、ハフバリから金属製に変えられていた。主翼は、強度と最小限のたわみしか許さない強固さを与える、トーションボックスと、薄板後半製手下の組み合わせた構造であった。 細部にも注意が払われ、マーチン設計の空気作動式膠着装置は、単純、堅牢、高効率で信頼性に富むものであった。主翼のフラップも空気作動式であり、油圧式に付きまとう作動上の不確かさや整備上の問題が排除されていた。主翼下には右側に冷却液用、左側に潤滑油用のラジエーターを備えていた。 シリアルナンバー R2492 と実験機ナンバーワン20が与えられたメガバイト3は試験のために一時的に第26運用訓練部隊に配備されて1942年8月31日に初飛行を行った試験はスネース大佐の指揮とその他リンネルとバートン少将の監督下で実施されたベーカー大位の操縦で 初飛行が成功した後の一連の試験飛行で、メガバイト3は、高い運動性と操縦の容易さを示した。1942年9月12日の離陸後マも、なく、エンジンが停止し、ベーカー隊員は機体を救おうと、困難な不時着を観光した結果飛行場に、墜落して死亡した。部隊報告書では、以下のように述べている。 離陸直後に突如としてエンジン出力を失ったベーカー隊員は機体を救おうと飛行場内へ緊急着陸を試みたが樹木の切り株に激突して死亡したその後原因究明のサモン法廷は事故原因をエンジン内部のクランクシャフトのスリーブが破損したことによりエンジンが停止しと判定した裏付けのない報告書では 事故機のネイピアセーバーエンジンはすでに地上運転の段階でオーバーヒートの問題を抱えていたとされている。地上整備員のジョージ・ビグナールは誰もハンガー内に立ち入ることを許されなかったが試験時には機体を見ることができた。ベーカー大尉が操縦して滑走路を低空でその機体が非常な高速で飛行するのを時折見かけた。と思い返し事故当日のことをこう語る。 ベーカー大意がストックリーに向けて離陸した時に自分は機銃の調節をしていた。大意は離陸してすぐにエンジンが停止し着陸させようと試みたが墜落した。民間人のジョンソンとも事故を目撃した。モーリスと私が互いしていたところから畑二つ、隔てたところに脱穀された麦わらが積み上げてあった。メガバイトさんはこれに激突し燃え上がった。 コールドハーバー農場の農場管理人場に、ウィンターが我々二人を墜落現場へせかしたが、燃え上がる機体から、ベーカー隊を救い出すには遅すぎた。舞台報告書では、実際には、ウィンター氏が、ベーカー隊の遺体を、機体から何とか引っ張り出したとされている。様々な遅れと予想される、納入の遅延により、航空省は、この設計案が、時代遅れであると判断し、 量産の発注は行わなかった。唯一の試作機の創出にもかかわらず、メガバイト3の設計案を諦められることはなく、マーチンは、ロールスロイスグリフォンエンジンを搭載した、メガバイト4を設計することを決めた。この計画は、後に、メガバイト5となる全く新規の設計案のために、破棄された。メガバイト3の設計は、 開発が進めば優秀な戦闘機となる可能性があった。マーチンは親友であり共同経営者の喪失感を痛感し、航空機搭乗員の安全に関する探求の発露の発端はまさにこの痛恨の悲劇であり、後にこれが残りの人生の重要な柱となったと考えられる。マーチンは成功策となった。 マーチンベーカー社製車室座席の発明と開発に、残りの人生を投じた。ネイピアセイバーエンジンを搭載したメガバイト3の3面図、ジェーンエ s ファイティングエアクラフトオブワールドウォー 2& ブリティッシュエアクラフトオブワールドウォー2。ありがとうございます。